はいどうもパチオです。今日ってか昨日なんだけどね。で今日なんか記者会見やってたんだけど、いや、やっちゃいましたね。あの森喜朗元総理大臣ね。いやあの人たまにやるってかしょっちゅうやるからね。あの正直あのまあ失言というかね、僕はあのよく不問にしてるんだけど、麻生さんがねよくやり玉に挙げられることが多いんだけど、いやー森さんやっちゃったよね。まあ相変わらずっていうかね、女性をなんかバカにする的な発言がまあ昔からあった人なんだけど、今回何を言ったかっていうと、女性をがなんか多いとなんか会議時間がかかるからどうたらこうたらみたいな、そんな話だったと思うんですけどそんなことはねえだろっていう、さすがにまあね、あの僕はね右寄りの人なんだからね、基本的に自民党議員は味方してあげることが多いんだけど、さすがに擁護できんよね。いやなんか笑っちゃった。あそんな価値観なんだみたいな、ねえ、まあいやそらさ、ね、年齢いってる人だから、まあやっぱ男性優位の社会で生きてきたりはしとるだろうけど、あそういう価値観なのねみたいな。いや周りでもさすがにそういう人間は見たことないわっていうね、あのなんか新鮮な驚きがあったよね。で昔々で言うとね、まあなんかねオリンピックにちなんだ仕事を よくやってたんでね、あの浅田真央さんとかの時にね、あの子は大事な時にすぐこけちゃうとかなんかそんなようなこと言ってなんか叩かれてたりしたことがあったと思うんですけど、いやまあねまあそれはなんかあの一ファンとしてというかでね、ね、一視聴者として見てたらなんかそんなとこがあるみたいな言い方はできないこともない、まあそれはちょっと擁護できないこともなかったんだけどね。今回のやつはまあなんか世界中にね波紋が広がってるみたいなね、オリンピック協会的なとこの会長さんだよね森さんいやーね、でオリンピックってねやるんすかねみたいな、でもうやらん方がいいんじゃねえのみたいな話があったりとか、なんかねボランティア集まらねえとかね、聖火リレーをねロンドンブーツ1号2号のね田村敦が辞退、あ犬山市で走る予定だったんだねっていうのをねニュースで知ったんだけどまあ犬山城にはよく来てなんかね、お城ツアーとかいうテレビ番組俺も何回か見たことあるんだけど、そういや犬山城来てたわなみたいな、そんな印象はあるんだけど、まあねで森さんもうさすがにちょっとねその時代にそぐわないというか、そういうとこはあるんじゃねえかな。まあね、自民党のベテラン議員さんっていうのはそういう人たち多いと思うけど、さすがにちょっとね、これは擁護できんかったなみたいな感じのとこはありますね。でまあね、とはいえね、票は持ってるし、まあ多分生きてる限りね、もう辞めるって本人が思わない限りはね、議員続けるわけなんだけどあんまりにもね、だってそういうこと失点、細かい失点をね繰り返し続けるとね、さすがに選挙にも勝てなくなるぜっていう、森さん自体がじゃなくてね、その周りの人間が選挙に勝てなくなってくるからね、さすがに気をつけてもらわないとなみたいな話をまあちょっと思った次第ですわ。でね、まあ、それともう一つあるんだけど、最近ね、まあ、最近っていうか、まあ、いつも通り YouTube の方にコメントをしてるんだけどね、なんかおすすめの方にね、なんかちょっと左向きのチャンネルの方
4はね入ってて、なんかたまたまねちょっと興味のある話題だったんでね、見てみたんですよ。あの80-50問題って知ってますかね。まあ要するに簡単に言えばね、あの50代のね、無職の引きこもりみたいなやつをね、80代の親が養っているみたいな、そんな話で、その親が稼げなくなったりして、で子供もろとも一緒に亡くなっちゃうみたいな、そういうことが年間にちょいちょいあるっていう、そういう問題の話なんだけど、でね、そこにね僕コメントしたんですよ。じゃあ助けなきゃいけないね、はい増税ってね。どっちかっていうと、そのね、そういう問題を放置してた日本、政府が悪いみたいな、政権批判的なチャンネルだったんでね。まあ僕はね、ちょこっとイラッとして、そういうとこに、まあちょっと茶化す的なコメントをしたんですね。はい、増税って。ただね、コメントが来てね、まあいろいろやりとりがあったんですよ。まあ政治家が多すぎるでどうたらこうたらとかね、その犯罪を犯しているのにのうのうと生き延びてるやつがどうたらこうたらみたいな、なことを言ってて、なんか暴動になりそうなのが怖いんでどうたらこうたらみたいな、で関係のない人を巻き込むなみたいな、巻き込まれそうで怖いみたいな、そんな話をしてて、いやでも関係のありね、政治に口を出してさ、日本の政治がなんか政変が起こるんだったらさ、関係のない人間なんていないじゃん日本に。まあ日本と国交のない国の人だったら関係ないかもしれないけど、まあそれこそさね、アメリカだってイギリスだってフランスだって中国だって韓国だって日本の政変は関係があるからね。日本の例えば自民党がね、消滅するとかいう話になって、関係のない人間なんてさ、世の中にまあ探すのが難しいぐらいな感じなんだけど、まあそんな風なんだけど、なんかね、関係のない人たちは巻き込まないでほしいみたいなと言ってて、面白いなこの人みたいな。でね、あとね、そのなんかそんなような話を してさ、そのなんか平和に解決してほしいのかなと思いきや、なんか悪は死ぬべきだぐらいのことをね、平気で口にしてる。なんか刈り取るみたいな言い方をしてたけどね、刈り取るとかね、行動とかいう言葉をしてたけどね、いやー怖いね。俺にはね、平和を望んでるような人にまず最初は見えてたんだけど、まあ実はね、暴動どころか革命を起こすのを望んでるようにしか見えなくなってね、最後の方には。なんかね、そういう矛盾をね、ちょっと指摘したらね、その後返信がないんですけど、どういうことなんでしょうか。まあね、僕のとのやりとりにね、もう飽きたとかね、呆れたとかいろいろあるだろうけど、まあ、やっぱね、ネットでのね、その政治関係の話のやりとりって面白いの。なんか、本当ね、僕、まあ、ツイッターでもそうだけど、そういうね、YouTube のチャンネルでもそうだけど、もうその、ね、アップ主を無視して、もうそのまんまずっとやり続けるみたいなことを、大体やるんだけどね。まあ、結構ね、ツイッターなんかだとね、時々ね、俺言いまかされたりもするんだけどね、YouTube のチャンネルとかだとね、さすがにね、相手の方が返信してこなくなるね。特にね、その正義感を振りかざしてくる人たちってのはね、その正義感の、もうなんか正義のためにお前は死ねみたいな、そういう感覚のやつが多いから、なんかそれファシストとかそういうやつと大して変わらんやん、みたいな。まあ、特にね、自民党は悪だからって言ってるやつはね、まあ、面白いよね。いや、わかるんだけどさ、悪を倒すやつが悪とは、悪を倒すやつが正義とは限らないからねっていう、そういう話？ただなんかね、善と悪は関係ないみたいな、ね、そういう話は別でしてくれみたいな話しだしたから、善と悪はどう、関係ないみたいな話してるけど、なんか犯罪者がどうのうのうと生きてるとか、なんかそんなような話してたから、俺は善悪にこだわりがある人なのかと思ってました、みたいなこと、最終的に言ったらそれでいなくなったんだけどね。うん。
まあね、俺はね、基本的に自民党って必要悪だと思ってる人だから、まあ正義だとは思ってないのよ。ただ、他にもっと凶悪というか、まあ小物の悪が、小悪党がね、いっぱいいるから、そいつらが政権取るぐらいだったら自民党に政権取っててほしいって思う人なのよ。面白いっしょ、その考え方。悪を倒すのは正義じゃないんだって。悪を倒すやつはもっと悪なんだって。っていうのをね、実体験としていろいろ経験してるからね。まあ民主党の時なんかそうだよね。まあそういうのもあるんだけど。まあだからね、まあ今後もね、ネットで、いろいろとバトルを繰り広げたりするんだろうなっていう。いや、すごい楽しかったです、今日も。そんな感じで終わりにしたいと思います。以上、ポチョでした。バイバイ。